ちは。昨日は、夜だいぶ古河市のあたりで雨がちょっと強くなっちゃって、ちょっと仕事は断念して古河市の満喫に泊まりました。でその足で、乃木にある健康センターというね、なんていうのスーパー銭湯みたいなとこがあって、通常は普通の一般の人は500円なんですよ。で乃木市民の方だけ特別300円でやってるんだけど、なんか特別僕顔パスだかなんか知らないですけど、300円で入れてもらいました。で、お昼の12時ぐらいから入って、でちょっと仮眠を取りまして、仮眠といっても夕方まで入ってまして、今だいたい4時過ぎ5時くらいですねに出てきました。でこれからの展開としては、今とりあえず、4号線に出ました。で、一応ね今日は小山に泊まろうかなと思ってます。小山の満喫は結構綺麗で安いんですね、他のところと比べて。で、その途中で小山駅前かママだか乃木とかその辺いろいろ駅があるので、その辺でちょこちょこ仕事しながらみたいな感じで、なんとか1日分以上、できれば2日分くらい稼ぎたいなと思ってるんですけども、でも今日ちょっと予報がまた雨なので、ちょっと今日も厳しいんじゃないかなって感じなんですけど、もう今週ずっと雨なんで、もうちょこちょこ稼ぎ、もう小さくてもいいから稼いでいくしかないですね。そうやって貯金していくしかないかなと思います。でね、晴れた日にババッと頑張ればいいかなと。ちょっと僕は雨に弱いんでね、どうしても困ったもんでございますけども、ちょっと頑張っていきたいと思います。では、応援よろしく。またね。